みなさん、こんにちは。滝沢ギター検定検定委員長の滝沢でございます。どうも、みなさん、こんにちは。バリバリ練習されておりますでしょうか。いよいよ、このフォローアップ動画 もう最後になりまして、来週の9月20日土曜日から、受験受付がスタートいたします。9月20日のお昼1時、13時から、10日間ですね、30日の、同じく13時までという感じです。この30日、13時を過ぎてしまうと、原則もう受付は終わりとなってしまいますので、出来かねてしまいますので、まあ、忘れずにお早めに受付のほうを済ませていただければなという感じでございます。特にまだ動画を作ったことがないとか、動画を編集したことがない、アップロードしたことがないという方は、特に早めにやったほうがいいかなと思います。意外と動画を編集するとか、アップロードするというのはすごい時間がかかるので、まあ、早め早めにやったほうがいいかなと。いう感じでしょうか。あと、ツイッターでもちょっとそういうコメントがあったのを拝見したんですけれども、意外とこうカメラとかをドンと置いて、さあ、弾くぞとやってみると、意外とこう緊張したりとか焦ったりとかして、その普段の練習の自分を出せなかったりとかするんですよ。なのでね、本当にもう 100テイクぐらいこう重ねるときもあるかと思いますし、なんとかこう練習して練習してうまくできるようになったと思っても、カメラを構えるとちょっと別物と思ったほうが良いかと思います。なので、そういう動画を作ったことがない方は、本当に早めに、可能であれば、もう今すぐぐらいのレベルで、まずはチャレンジしてみると良いかなと思います。まあ、そういう経験を何回か繰り返すとね、そのだん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 自分らしさといいますか、自分の 100% が出せるようになってくるんですけれども、まあ、その辺慣れてない人は早めにやってみてくださいということです。9月20日から9月20日の13時から30日の13時までの10日間という感じです。ぜひ皆様の、ぜひじゃないか、皆様のそのお申し込みを本当に楽しみにしております。まあ、ホームページはすでにご存知かと思うんですけれども、http://滝沢ギター.com。の、検定ですね。滝沢ギター検定公式ページの方で、受付をしますので。この期間中はこちらのページをプッと覗いていただいて、その書き込みの方をしていただければという感じでございます。で、まあ、その30日の13時でお申し込みが一旦終了となりまして、10月いっぱいは、1ヶ月間は長くて申し訳ないんですけれども、審査期間ということで、ちょっとお時間をいただきます。僕はその間にね、この皆さんの動画をチェックさせていただいて、まあ、コメントとかも書いたり、採点させていただいたりとかして、ちょっと準備期間とさせていただきます。そして、時が過ぎ、まだ9月ですけれども、11月の1日が合格発表となります。一応、20時を予定としておりますが、ちょっと時間が前後するかもしれませんけれども、一応20時とさせていただいております。まあ、その辺ももし変更がありましたら、公式ページのほうでアナウンスがありますので、まあ、週に1回くらいちょくちょくとチェックしていただければなという感じです。一応、生放送でその場でその合格発表があったりとか、あとはそのプレゼントの抽選があったりとかという感じなので、まあ、受験した方も受験していない方も楽しみにしていただければなという感じでしょうか。僕からもこのいろいろこのギターというか検定に関するお話もさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひともチェックをしてみてください。とりあえず、まあ、残るところ、今日のこの公開日が9月の12日金曜日なので、残るところ、まあ、2週間ちょっとって感じですかね、しかないですけれども、まだ仕上がってない方、バリバリ練習して、仕上げて動画を作ってアップロードしてくださいませ。もう仕上がっているよと、いつでもアップロードできるぜという方は、もう早め早めに準備を済ませて、受付、期間中に受付ができるように進めておいてください。そんな感じでございます。今回のフォローアップ動画は特に役立つ話はないんですけれども、以上でございます。皆様の受験、心よりお待ちしております。それではよろしくお願いします。さようなら。